厳島神社です。瀬戸内海にそびえる大鳥居、その先に美しい神殿造りの社殿が広がります。海の上に立つという大胆な発想で作られた厳島神社と、手つかずのまま残る御遷原始林が評価され、1996年世界文化遺産に登録されました。神が宿る島、厳島神社信仰の歴史をたどります。厳島神社のある宮島にはフェリーに乗って渡ります。地元で鉄装飾の工房を営む岡本さんと、友人で建築デザイナーの松原さん、今回は二人と共に宮島を巡ります。鉄装飾は熱した鉄を叩いたり伸ばしたりしながら製作します。岡本さんの作品です。優美な曲線を描く照明やオブジェ、軽やかさとしなやかさが特徴です。廿日市市の港から宮島に向かいます。所要時間はおよそ10分。 JR 西日本フェリーの大鳥居便は厳島神社と大鳥居の近くを航行します。見えてきました。瀬戸内海を参道として立つ厳島神社を海から望みます。厳島神社は西暦593年、推古天皇の時代に創建されたと言われます。神殿造りの社殿となったのは西暦1168年。造営を行ったのが平清盛です。厳島神社を改築すれば必ずや出世を果たすであろう、清盛が夢枕でお告げを受けたと「平家物語」に記されています。当時の瀬戸内海は日本と中国の王朝宋との重要な貿易航路、清盛は厳島神社を守護神としました。武士として初めて太政大臣となった清盛は厳島神社への信仰を一層厚くしました。厳島神社に入りましょう。鮮やかな朱塗りの柱に覆われた回廊が本社への参道です。神殿造りに欠かせない東西の回廊、長さは合わせて108間、およそ262メートルです。本殿の東側、回廊に囲まれた場所を枡形と言います。厳島神社を代表する景観です。回廊を抜けると不意に視界が開けます。歩いているのが平舞台、左手に見えるのが高舞台です。神殿造りで庭に当たるのが平舞台です。平舞台は合わせて
533平方メートル。神殿造りの庭は美しさをめでるだけでなく、儀式にも使われる重要な役割を担っていました。大鳥居に向かってひときわ長くせり出した場所を日田崎といいます。ここから望む大鳥居の風景も格別です。平舞台の上に一段高くせり上がっているのが高舞台。高舞台では平清盛が伝えたとされる舞楽が今も演じられています。本社に入ると神事や祭典の前に心身を清める祓殿があります。広さはおよそ100畳。床には長さ10メートルのクスノキの板が張られています。祓殿の奥が本社本殿です。厳島神社本殿に祀られているのは一木島姫の御事、田子姫の御事、田木姫の御事、三女神を祀っています。厳島神社には平家の隆盛とともに多くの貴族や皇族が参詣するようになります。ひわだぶきの屋根、回廊で結ばれた社殿、何より瀬戸内海を池に見立てるという壮大な発想で築かれた厳島神社は人々の熱い信仰を集めました。